こんばんは、ミキのコーセーです。ミキのアセイです。よろしくお願いします。金曜ロードショー、バズライトイヤー、いかがでしたでしょうかああ、やる。はい。アセイ君が、トイストーリーシリーズの中に。一番好き。バズライトイヤー。普通、ワン、ツー、スリー、フォーの中に。バズライトイヤー。バズライトイヤーが一番好き。一番好き。うちのボンも大好き。バズライトイヤー。だから、ボンが見てんの見てみたい。それは面白いなってなったんや。買ってくれたもんな、人間そう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 、バズライトイヤー。もう使い分けても、その、アニメの方のバズライトイヤーと、その、なんていうの。 実写じゃないけど、実写じゃないあれ実写やから。実写にやった話やから。実際にやった話も怖いし、もあれ実写か。実写じゃないけど、あっちの方のバズが主役の方のやつの2体持ってんのよ。うん。ボンが、うん。人形持ってんのやけど、ちゃんと使い分けるもんな。あ、やっぱ顔もちょっとちゃうしな。でもそう、分かるんやな分かるあれ、でもそういう。ボンはいつまでもボンやと思うなや。ボンやろ。成長してんねん。いや、絶やろけど。日々成長してる。日々成長してるやろうけど、それでもやっぱバズライトイヤーやるか。やります。まだまだ。 まだまだやります。まだや、じゃあもうやめろ。しゃべる。まだやりますが、ちょっと。そうでもね、<あ>来週ちょっと変なことなるけど、うん、ちょっと、<laughs> 来週ちょっと一回変なことにな, <laughs> なって。そうそう。そ,うね、そんなことよりや。んですかどういうこといや、さっき、12時に、有楽町で仕事が終わったんですよ。で、次ここ入ったんが1時ですよ。昼のね、1時に入る。1時間あるじゃないですか。 近いからね、言うら近いから。近いから、う、電車で5分。僕はね、早めに早めに、15分くらい前に入って、ねしてんのと喋ってたよ。5分なっても経っても経えへんしさ。遅刻するんが、まず、意味。ありえへん。ありえへん。ありえん。だって、前の仕事1時間前に終わってんねん。電車も5分くらいで着くねん。ああ。神絵これこ、これを、 このの場に持っってててきるがおおかかししいいやん僕はまあ事の顛末を話そうかはあはあ言いながらなブース入ってきてな1時間あったねあったで僕ももうすぐ出てでもうすぐ浜松町着いててでお昼どうしようかなと思ってなんかコンビニで買うのも買ってここで食べるのも味気ない味気ないとか邪魔やんまあまあまあちょっとねそのスペースもあれやしなんか店入ろうかなとか思って バーってうろうろしててしそしたらえ宝さんなえなんていうえっ、ー、と七に宝なのよ七宝七宝マーラータンのお店あったわ七宝さん七に宝七宝、うん、さんちょっと歩いたとこねここからまあちょっと歩いたっていうかたい、うんうん、焼きの前ぐらいは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 っはい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 ーいはいはい ででそこが具材を自分で選べんのよバイキング形式で、うん、で辛いスープとこんにゃく麺みたいなだけはセットで600円であってその他のやつは自分が取ってやつで並んでたのよで俺の前に7人ぐらい並んでたのかなまあ7人ぐらいしかももうまだ15分とかやったからああ 12, 時12時15分とかやったまあまあまだいけるわとーパーって並んでたらなんか一向に列進まへんくて「進まへんな動かへんな」と。 狭いんやろ」であの女みたいにやっぱ超狭いで12時半ぐらいになってようやく中入りだしてで俺の前に2人おってその前に4人の団体がおってんけどで俺の前の2人カップルみたいなが先に投出してもらうはって何名様ですか2人です多分4名席が空いてないとで先バーって入ってで「何名様ですか?」って1人です「じゃあどうぞ」あ、四4人よりもさっき入って具材選んでレジ待ってて。 で、レジで、なんか、はかりみたいなでなるほどな。ね、でそこで、グラムなんや。そう、グラムで、麺とかも言うねん、そこで。何麺いろいろ、うん,<の>んうスープもな、5からまで選べて。あ<ー>何からしようかな。じゃあ1からで、とか言って、うん、ベースが1からで、うん、まずはここからみたいな書いてあるから、じゃあ1からで、とか言ってたら、あ、すいません、とか、あの、4名様先にお座りになられてもいいですかみたいな、先に並んであったんで、うん、ちょうど4名席が空いて。空いたあ、は、はい。でも そっから選び出すねその人ら。なるほど。その選んでる時間も、そちらで待ってくださいって狭い店内で、ちょっと待ってください。俺だけがその、なんか実習生みたいに立ってるのよ。うん。待たされてんねん、その隅でこう、立ってて。そしたらその4人のパーティー。さっきお会計させてくれたのに。そう、お会計だけして、なんか、まあ、空いた時に来てきたらいいのになぁとか。それで、パッて見たら、そのカウンターに4名席いねんけど、3名席しか空いてないねん。 「どうするの?」はどいその両隣見ても「今から食べ始めようとしてる感じ」「あれどうするどうする?」って「あって「俺もそれに気づいた瞬間に店員さんもそれに気づいてどうするどうする?」ってなったら案の定二人がけのとこが開いて「あじゃ別々で座ってもらってもいいですか」いな交渉してはんだよで「あそしたら俺カウンターに座ってとか思ってそしたらんか早めに食べはってカウンターが開いたから「こっち4人座れます」おおえ!」ってなっ てる間に俺お会計したらええやんでも、全くお会計進む。でも、合間塗って、店員さんが、じゃあ、もう先のお会計って言ってくれはったから、あラッキー、じゃあ、僕、あそこ座っていいんですね。って、はい。って、お会計っていうか、まあ、そう、具材グラム測って、麺言って、で、座ったら、前の人のやつがまだ残ってんのよ。全然。あ、片付けてない片付けてない。ん。でも、やわんやや、店。まあまあ、忙しい。何にもそう言われへん、俺も。辺は忙しいわ。って。で、ようやく、ちょっと手合いたかなと思って、すいません、とか言ってる あ、ごめんなさい。じゃ、片付けてよろしいですかって言われて。いや、片付けてよろしいですかってか、俺のじゃない。はい。まずね。これ、まあ、俺のじゃない。その、早すぎる。言うの、それ。言わん、把握してない。言わんよ。把握してない。もう、てんやわんやから、把握してない。まあ、まあ、はい。お願いします。とか言って。で、じいと待ってて、そこから15分くらいけ。やばい。もう、1時入りや。ラジオや。ラジオ。始まるよ。やばい。またしてるよ。50分になってもけ。やばい、やばい。ってなって、ようやく55分くらいに来て。もう、言われへんねん、もう、それ。もう、作ってはるからさ。 それ、もうなしでも言われへん。うわと思って、急いでばーって食べて。辛いねん、ほんで、一辛でも。マラータやん。やばいねん。辛でも、何がベースやねん、めっちゃ辛い。ぶわー食べて。で、もう急いで水で流しながら食べて。もううまいわ。で、なんか、お肉選べんねんで、ラム肉選んで、やっぱラムの香りみたいな、いいスパイシーな感じで美味しかった。めっちゃ美味しかった。で、ハンママスチョダッシュ、ぶわーってもう、急いで食べて。もうセルフのお会計で、ぶわー走って。もう、やっと、 と、この文化放送ついたときに、これがついてることに気づいた。うん、紙エプロンが。俺も浜松町を紙エプロンをひらひらさせながらダッシュだやめてや。<laughs> ま、なんか。<laughs> おかしいや 1>, 1時間半、1時間前に仕事終わってんのにや。で、ほんまに。5分遅刻してきて。これはご迷惑おかけしました、ほんとに。うん、連絡しようか。じゃあ、間に合うかもって思ってん。 こ、いや、そういう時は、遅れるだけじゃもうわかんからね。こと細かに言うてな。いやいや、な。あ、来た時にね。いや、違う違う、その、LINE で。ラインで当たり前や今ちょっと。いやいや、その、言い訳とかじゃなくて、なんで、その、なんでこの人が遅れてんのかっていうのをみんな知りたいわけ。その、遅れますだけじゃ、情報が足りなさすぎる。足りない、ね。なんで遅れてんのってなるから。だから今、全情報言うてるそう。だから、そういう。証拠も、証拠も。 そうういはもう LINE とかと全部 LINE 全部がなそうあの文字数打たれへんからいやいやそれでもこその中に打てるやん待ってんねんから時間5分10分あったんやいやせえでんけどてかまあねこんなん言うのもあれやけど結構デカめの男性4人やってんけどその潔白のいいねサラリーマンやろねまあなこの辺はなそうっすそのサンラータン食べんなよな昼になんでそのヘルシー思考で4人でしかもさ4人で食お前もやないか 横にさ、それの横にな、ブラジルっていうのはな、なんか、なんか、ちょっと、洋食屋みたいなのがあね、そこも揚げ物がさ、うん、もうアジフライとかエビフライとか、<ー>ステーキとか、なんか、うん。カツと,とか、んか、その対照的すぎね、うん、そっちと。確かに。<laughs> お前らがそっちに。そうそうそう。めっちゃ心の中で思ってて。あっちの方が絶対に合う。あなた方あなたもね。あなた方。あなたもね。あなたもそうよ。あなた痩せたと言ったらまたカップクいーからね。俺とそのサラリーマン四人が全員女の子全員やろ全女の子。ちゃうちゃうみたいな女の子がそうや。春雨ヌードルやないねんから。春雨ヌードルうまかったよ。春雨ないねんから。あ、こんと。がっつい自分で野菜選べるっていうのがいいね。いや、この辺はもうあかんわ。もう十二時になったらもう。あ、ほんま。すごいね。 いや、あんなに列進まへんかなって思う。人がもう、すごい出てくるわ、ビルから。虫みたいに。いや、いや言い方。ほんまにすごいもど、どこ並んでもや正直、名店多いんやね。ランチの名店みたいな。ないんかな、店が。ないそんなに。だから、ここにこんな並ぶって、なってる。正直。あそこらへん。俺も歩いて。ちょっと。早く着いたから、プルプルーって歩いたけど。ここの店でこんな並ばれたそれなんやねん、それ。いやいや、あるよな。ここの、あもブラジルその、うん。 ラのとこ何もでないえ、っったたらよかそこいやでもそのさすがにちょっとヘビーやってんなそのとんかつとかその辛いもん食べたいやろなっていう唇はしてるもんなでちょっと赤いやと赤いよやっぱ発汗してるよねうんでもそれが辛いもんなのか顔の色がええわいやまあパッとこう書いてあった「体にいいよ体の中から整えていきましょう」って看板に書いてあった何これでもこの発汗わからんその 辛いもん食べたのか、浜松と雑種なのか、どっちか分かる。かシャツ脱いでるもんな。シャツ脱いで。暑い。<laughs> 走った。はい、辛かった。でも美味しい。お前絶対好きやわ、俺とそんな好きやね。選べんのいいだろ。大好きワクワクすんで選べんの。でも一人は嫌<わ>や,や。恥ずかしい。飲んで恥ずかしいやな。なんか一人で。いけるよな。ちょ俺いけるよ、全然。いや、俺、いや、それ女の子が食べるようなとこやからや。女の子はいけるけど、俺関係なくない別に牛丼一人でいけるやろ。 いけるでいや、俺恥ずかしいの、俺あかん。な、何が恥ずかしい牛丼も行くやん、別に。牛丼俺だっていつもホテルで食べもんその。って行くやろ一緒ちゃういや、ちょっとお店でなんか一人で買ったら俺恥ずかしいね。え無理なあれが分からへんすかいや、その、ま、周りの目とか。周りの目。うん。一人で、俺、もう嫌やね。もうその、顔刺されたりとかしたらもう終わり、そこで。もう刺されまくるよ。それが嫌やね。一人で食うとるやん、こいつって。全然いい。それ、ああ、食うてよ、ああって。見つけてね、インスタで。 <laughs> そんな明るなれへん <laughs> 俺は<の>でもまあなるべくもうバレたないからもう帽子もかぶって <laughs> だってそ,そことかやって七宝さんとかやったら絵ええでその隣の人と「え何入れはったんですか?と」と<や>わ俺今度それしよう」って言うのかようん言った今回言ってへんでもしそ聞いたらねえっ、ー、やあ。この間だってこの間この間昨日や昨日カフェたまたまちょっと時間あったからカフェ一人でね、うん あの、ご飯の前に、知り合いとご飯食べるよってやったから、うん、それの前にちょっと時間空いたから。マスワカツバサさんと飯食ってたまた。<laughs> まあ、なんかマスワカさんがよくしてくれはんねんよ <laughs>。<laughs> ちょっと、あれやめておもろいから急にさミキの構生とマスワカツバサって。マスワカツバサがうちのボンとボンボン可愛がって何やねんな、あれ。マスワカツバさん、うちのボンボン抱きながらシャブシャブしてた。何なん、あれ。<laughs> メドレおもろい組み合わせ。あの人、子供言い張るからさ。だから、その、子供慣れてはんねんとなんか、いろんなプレゼントもらったり炭酸シャンプーいただきました。こういう関係松坂翼さんって。昨日は違ってんけど、そで、カフェで、お茶、ちょっと、ちょっとだけコーヒー飲もうと思って、30分くらいやったから。で、行ってたら、なんか、あの、店員さんがもう、わーみたいな感じだってあ、どうも、みたいな。ここ何時までやってますみたいな。あ、まだ、あ、大丈夫ですちょっとコーヒーだけください。とかって飲んでたら、その、ドーナツ野菜ね、基本。メインはドーナツ。かわいいや。うん。 女の子ばっかりで<わ>でそこで店員さんがもうわーってなってた子がなんかもう一人の店員さんとこう文字モ文字しながら来て「これもしよかったら食べてください」って言ってドーナツくれはっていく、うん、ドーナツのとこに紙にあの文字書いてあってめっちゃそうそうメッセージみたいなメッ,メッセージみたいなそれが。 えー、昨日も YouTube で漫才見ました。ライブも行ったし、大好きです。吉本も行きました。これからも頑張ってくださいって書いてあったんけど、言うたらよくない直接。もうこれ。<laughs> もう直接言うて。直接言うて。こんなん言われてんぞ、<laughs> ドーナツ屋さん。直接、神に書いてある。直接言うてよ、これ。声かけるのは、ちょっと周りの目もあります。いや、まあ、いや、まあ、いや俺だけです。あの、客。 <laughs> 僕だけ口べたなります <laughs> 僕だけでテレビに出てる人を目の前にするとやっぱり緊張しますんか俺初めての感覚俺やっぱ学生時代持ってたことないから初めての感覚やねんけどその女の子二人で来て一人がもちもちして「早くやりや」みたいなうん、うん、告白されるわみたいなそのちょっとドキドキ感あ,あれ気持ちいいなあれ気持ちいいねそうそうそう知ら <laughs> お前 <laughs> お前意外とモテてる感出してるけどモテてへんやろ恐ろしいぐらいモテてたおおほんなら中学の友達呼んできてくれお前恥ずかしいねんて大人になってからも中学の友達俺めちゃくちゃモテた中学高校のどんだけモジモジしとったか俺バレー部全員モジモジさせたことある全員バレー部の女子全員モジモジさせた俺初めてやったわ女子からモジモジされた嬉しかったあれ 年齢聞いた十八とかだわ。十八が三十八のおっさんにも字も字するの。二十。どんな世界？すごいな。どんな世界これ <laughs>？いや嬉しかった。あ,ありがとうございます。またね。<や>それぜひ行きたい,と思います。はい。さあそれでは行きましょう。右の深夜電波。<music> この番組はパリミキの提供でお送りします。それなんでさマスアカツバサさんとさご飯いこうってなんの？ それは、普通に松カさんと去年ぐらいに、若月さんのあの展示会あるやん。なんか服のやつ。あ,<ー>あれ誘ってもらって行った時に松カさんも行ってはって、ってそこで仲良なって。何喋んのツ坂つ、翼さんと。何のコスメ使ってますかや。何に顔色悪いくせに。<laughs> そんなの気に、真っ暗やないかも。<laughs> でも基本子供の話やな。あ,<ー>あの、向こうにも子供、お子さんいて男の子がいるから。 大きい大きいけど。どういう感じでとか。まあ、そうか。男の子同士やったらそうか。うん。まあまあまあ私のとかこんなよ。そう、私の時こんなんしてましたよ。とか、こういう幼稚園はこうでしたよ。とか、もうほんまその話。子供の話ばっかり。もちろんコスプレの話はできへん。それされたろ俺、そんな。無理うん。飯食うしかできへん。ファンデーション、黒、黒、黒ファンデーション。でもなんか、ええのくれはんねん。その、まみちゃんがさ、ドンピシャ世代なのよ。マスアカツバサ。ああっこやねん。 もう、あの世代。ああ、そう。え、別の雑誌やったら、押し切り萌えとか、あ<ー>この、な、なんかその世代、完全世代やから、うん、だから、それで、あの、その話とかにもあったりはするけどね。うん、<も>タメ口まみ、あ、ちゃん。うん、さすがに松坂さんにはタメ口じゃない。さすがに、に翼さーとかはやばいや、それは。あんたなーとか。<laughs> でも、松坂さんが、なんかあの、ほんまにあの人も交友うう関係広いから、うん、か俺知らんかってんけど、鈴木奈々ちゃん いるやん。鈴木奈々ちゃんって、松坂翼さんが見つけたねって。あ、へえ、そうなんや。なんか、あの、松坂さんが、え、サイン会みたいな、してて、それが整理券配られてて。で、ま、に来る人は分かってるやん。で、番号も入ってるから分かるんねんけど、とある人が全然来えへんねてって、ずっと整理券もらってんのに。で、この人だけ来えへんなーとか言ってたら、えーって言って、松坂さんもでも来るまで待ってあげたいねーとか言ってたら、ギリギリになって飛び込んできて、バって。それが鈴木奈々ちゃんやってで、サインとかは、 いいいですみたいないい写真とかじゃなくても思いを伝えたくてみたいな。うん、でとにかくってうあのまんまできてバーって喋って「ありがとうございました」っ,って本当に会えて嬉しかったです私の人生変えていただいてありがとうございますみたいなで帰ってた時に増若、うん、さんが事務所の人とかに「うん、いやあの声かけて声かけた方がいいんじゃない?って」うん、可愛かったしなんかキャラもみたいな。なで声かけたらそのまま鈴木奈々ちゃんが事務所に入って。えー、すごいす。すごいな。 そんな話聞いててで鈴木奈々ちゃんも「ぜひこの会に呼んであげたいです」って正解で松坂さんが正解で「いいや鈴木奈々ちゃん俺も仕事したわ何回もしてるし行きましょうよ」って言ったらすぐ LINE グループ組まれててやっぱあの人早いめ仕事ギャルやもんだってすごい仕事早いギャルやからもうすぐやで車乗ったらすぐ LINE グループもなってたじゃあ今度は鈴木奈々ちゃんも来ると鈴木ちゃんも奈々ちゃんもあの子ええ子やからほんまにええ子めちゃくちゃええ子 うん、だからもう基本的にはその、えー、子供の話。女の人多いな。ほんまやななんなんそれ。ほんまに女の人すごいなうん。話しやすいんかもな、俺。もしかしたら。その昔からそれは。だって男のそういう人おらんやん。<laughs> うん。アイドル系とかはでも、ストーンズとか、スノーマンとかのだからこう、ちょっとこの、綺麗なこう。 でも無理、その、それ以外なくない芸能界っていうかそ、その。いや芸人もいるやん。芸人か全然あるやん、芸人。いやで、芸人は気使うねんな。いややん。気使うやん、後輩とか俺もう、ほずっとそれやねん、やっぱ。いや、もう、めっちゃ気、スノーマン、ストもンズも気使うやん。何にも気使わへん。それがおかしいね。いや、気使わへんというか、スノーマンとかストーンズは、もう畑違うから、うん、向こうから誘ってくれんねん。うん。こうせさん行きましょう、みたいな。うん、いついつどうですか、みたいな。でも芸人の後輩であんまなくない、それ。 その、あんまり仲いいつじゃないと、いついつ行きましょうとか、こっちから誘うことないやん、あんまり。うん。こっちから誘うのめっちゃ、お前もそのタイプやろ。後輩こっちから誘うのこっち俺だけな、あの、一緒のライブとかじゃないと、この後ちょっと行こうか、そやったらまだ行けるけど、なんか自分からほんまに誘われへん、これ。ああ、そうか。俺でも先輩は誘えるからさ、俺。俺も先輩は誘える。そう。だって俺、先輩なんなやろな、あれ。 俺、よしよしを誘うぐらいからな、自分で。まあな、あれ先輩とは言わんけどな、<laughs> もう。先輩、よしよしを先輩の部分に入れといてほしいけど。あね。で、その、俺は喋りたいねんけど。何を普通に。<え>何をいやもうこれ次第、お前次第ねねん。<え>極楽女王見た見てない見たや、もう。<laughs> 見てないね。千田ちゃんはいいよ。もうあなたはもう、あの、カウントしてないんで。 いや、頭うつ無理やって。このラジオで、もうそういう、最新のとかやめて。せいなさんは見てない。ネットフリックス入ってないから。合格上って聞いて、もう、ハテナ。いや、ハテナは意味ない。合格上って聞誰のこと誰のことって。デヴィ夫人どういうことカイヤカイヤさんいや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 、それは、古代解釈しすぎやっ古代解釈。いや、えネットフリックスにそもそも入っていない。いや、そら、そう、いや、当たり前だもんね。面師たちも見ていない、じゃ もうええでしょもうわからない。それも。これもわからない。それもわからない。いや、だからもうなし。合格上、なし。レベルが全員違いすぎる。それぞれが。それぞれがええ人それぞれやろ人それぞれすぎんねんて。人それぞれ。いや、見てよ、あなた。早く俺喋りたいのに。いやいや、もうそんな、まだ見れへんわ、ちょっと。ちょっと合格上で、見るんやろ、ほんで。いつかね。ほら、いや、え、もう見えひん、じゃあ。 見る見る見る。それやったら喋る。見る見る見る。もうじゃあ喋られへんねんこ、んねんこれが。ユリアン出てるねんから。これが、ゆりや出てるねん。じゃあ見たれよ、れはよ。だって俺らは先にもらってたやん。うん。な、なんで見ひんねん、先に。もう1ヶ月前くらいからまだ配信の。配信のやつ見れたやん。俺だからもうだいぶ前から見てんねん。俺見てない。まだ。ゃゃゃなんでなんでな見れたのに早く。しかも5話やで。5話だけ。うん。ネットフルク入ってたろな、見んや。地面師たちは見たん 地面したち見たい。<laughs> なんでだなんで地面したち見ようと思ったいや、あまりにもんな、みんなが言うからやろあ、そうなんやのその。そのパワハラやでよ、もうほんま。今、ネットフリックスハラ。で<も>ネットフリハラ。いや、じゃじゃハラじゃなくて。ハラやんだってこんな、なんで見いひんのって、<laughs> 自由やそのためだ サブスクやろいじゃあ、いいねん。いいねん、め俺は別にいいねん。ちゃうねん、お前に言ってんねん、その、あの、もう、どっちかにしてくれって。何が喋られへんから。じゃじゃずっと。間限定。期間限定やったらわかるわ。でも、ネットフリックスずっとあるよね。うん、いやじゃあ、もう、好きにさしてくれ。じゃあ、喋っていいあかんよ。もう、もう、じゃあ、俺、出てくから、喋り。そんなありえへんやん、そんなラジオ、そんな合格上の。いや、これネット喋りたいから。スハラスメントよ。サブスクハラスメントやねん。 なんで見てへんねんって。うそう、お金もかかるしな。じゃ、じゃ、そう、な、ちゃちゃになんで見てへんねんは俺言ってないね。あなたに言ってんだよ俺は。この仕事をやる上で。 それ。いやいや、別にええやん、この仕事やるわ。じゃじゃあ言っちゃべって行こうか。あかん。じゃじゃあ、じゃやねん。この仕事やる上で別に極悪女王必ず見なかんン。かその、スラムダンクみんな遅いとか。じゃあ、極悪女王はまた話別や。ユリアンが、俺らがずっと1年目からな、一緒にあの、ユリアが主演で。ダンプマンスもそだから俺見るっつってや。じゃだからほんまに見て。ほんまに。やいやいやいや、ほんまに見てみたい。見るよっつってや。見てないだけ今。見るよっつ見る <laughs> ほんまに喋りたい。何が何が俺は、<が>ユリアンの素晴らしさをほんまに喋りたい。お兄ちゃんが喋りたいと思うほど俺ミーヒをなんでいや、じゃあ意味やからもう。そんな。そのわけわからん。弁慶。うち弁慶も。<あ>いや、これは見て、ほんまに。<や>見るってだから。すごい。ミーヒント言って で、もう、あ、もうさ、内容はもちろん言わへんけど。や、やめて、そういうのも聞きたくない。もう、とか <laughs> もう。ほんまに聞きたくないから。いや、ちょっと見てはよ。俺もうほんまこれだけ伝えたかっ,たってな、めっちゃ。ユリアにも直接伝えたいぐらいも伝えたげあの、ほんまに泣きそうになった。やめ何回も。それ聞いたら泣かない。いや、でもこれは、もちろん作品としての感情もあるけど、やっぱ俺らはユリア一個乗っかってるわ。あ忍者ハットリ君の格好してロケしてたよな、<laughs> 最初は。<laughs> でも、他の人は知らんけど、俺はやっぱり最初の方は、 コントプロレスを目指す女の子に見えた。あ、<laughs> <や>あいつやっぱコントやりすぎててさ、まあまあ、せやねん、全部コントに見えんねん。でもそれがどん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 ちゃんともう。いや、ちょっと見たい。あれは見て、ぜひ。見るって、だから。はい、じゃあ、はよ見てくれ。喋りたいねんから。さあ、それではこちらのコーナー行きましょう。コーセーの知らない世界。はい えこちら、ミキのコースが知らなそうな知識や気づいちゃったことをリスナーに教えていただくコーナーでございます。MVP に書か,かた方には、パリミキさんのメガネをスクリードライバープレゼント。これ最後の一個。最後のです。うん、えー、いきます。<う>ラジオネーム、ジンマシンさん。奥さんに隠し事が多い孝星さん。そんなことないわ。えっと、最近の研究で、おしっこを 我慢しながら嘘をつくとバレにくいということが判明しました。アメリカの大学の研究によると、700ml の水を飲んでから嘘をつくグループと、50ml の水を飲んでから嘘をつくグループでは、水を多く飲んでおしっこを我慢したグループほど嘘がバレづらかったらしい。<laughs> 嘘つき特有の嘘つき。まばたきが増えたり、声が上ずったりするのが、えー、減少するらしいので、奥さんに嘘をつくときは水をガブ飲みしてください。<laughs> なるほど、えー、これは面白いけどアメリカやなぁ、えー。面白い。おもろい研究するね。おしっこが、まあ、余計バレそうな気するけどな。えー、いやいや、バレ <laughs> あ、してこいって。さ,さっきしてきてから喋って。みたいなこと言われてたけどな。ここいや、それはだから、その人の奥さんにる。次はラジオネーム。藤原みかんさんです。えー、昴生さん。ペイペイは、コンビニで現金を使ってチャージできますよ。うん、ぜひ始めてください。それが実は、始めたというか、あれですけど、それこそ、増若さん。はい マスアカさんとご飯行って、で、それがまあ、ちょっと出産祝い的なご飯会やったの、はい、マ舞ちゃんのね。うん、それで、もう一人、ゆきりにちゃんっていう YouTuber の子。俺らも一回仕事したことある。あん<ー>。おんミキベース来てくれて。はい。んで、あの、その子といつもすんねんけど、はい、それでみんなでご飯食べた時に、三人やん。うん。そしたら、割りましょうってなってん。うん。でも、いや、いいですよ、僕出しとくんで。うん、で、出したら、いやいや、もうこれは出産祝いからほんまに割らしてって、うん、それ。 出さして,て言われたから、うん、ええ、そんなん、でも無理や、俺もカードで払っちゃったから、うん、現金で、じゃあありますみたいなこと言っても、現金持ってない。じゃあ、じゃあいいですよって言ったら、ペイペイでできますたんだってっ。いや、それだから、それあれや。<laughs> シュ,ンシュンクリニックピーやろ <laughs> シュ,ンシュンクリニックーがやってきたやつやんか。そうそうそう,うそうそうそう。で、もう、顔真っかなったよ。顔真っかりなただから、やってないんですって,言って。<laughs> すみません、やってないんですって言ったら、は もちろん <laughs>。で、松坂津さんもいけるんゃそんなことなんでそうん<え>今そうそう、ほんまんペイペイってやってなあかんのはってなって。な、なにやってないってどういうことういや、その、ペイペイをまず登録しないとかうせやってないんで。あの、もうすぐ登録できるからやって。で、お金渡すから、それ。そっちにチャージさすから。いやいや、でもそんな時間かかるし、とかって。あ、もうすぐできるから。店までポポポポってやって。松坂さんの教えてもらえならばーってやったら、もうお金がバーって。入ってきた。入ってきて。僕今、ペイペイの。 申し訳ないですけどもアセイ君んより先にここにペイペイのアプリがっち流れたか流れたかっていうか俺はやりたいねんペイペイ <laughs> ほんまにこれでようやく抜けられたやった<ソ>あっき。えー、ラジオネームトガシ先生大好きっ子さんからです、うん、綿棒の先を水でひたひたに濡らして優しく耳掃除すると気持ちいいです <laughs> 知らんかったか知らんかったな これはなかった。かしてたもん。これはしなかった。な。濡らそうということを考えたこともなかった。な。ありがとう。はい。続きまして、ラジオネーム異次元の豚バラさんです。お風呂に入ってるときに、冷水の入った水風船を、チンコにこすりつけると気持ちいいです。知らんかったな。ありがとう。ありがとう。さあ、MVP お願いします。最後の一個、中からお願いします。 まあでもアメリカの研究の人かな。あそうですね。やっぱえ、じゃあ、ジン・マシンさん。これ知らんかったな。嘘つくときちょっとしょんべん我慢しよう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。決まりました。今日は知らんことだらけでした。ねまあでも知りたくもなかったですけど。後半の後半の方はね。別に。早くも破綻の予感。 まあ、とりあえずやっていきましょうはい,はい、はいはい、エンディングでございます、はい、この番組では皆さんからのメール募集しております番組の感想ご意見ミキの構成が知らなそうな知識や気づいちゃったことを送ってください、はいえー、番組メールアドレスはすべて小文字でミキ、はいえー、アットマーク j o、ok、q r ネット m i k i アットマーク JOQR.net でございます、はい、皆様からのお便りお待ちしております、はい、ということでやっぱまだやっぱマーラータンすごいわ汗がほんまに内側からポカポカするような感じの お前絶対好きだと思う。おも食べながら思ったもん。これ汗好きやな。前のこと思ってくれて嬉しやこれさ、胸大あるあるじゃない。ある。結構食べてたりとか、俺。お兄ちゃんとかでも思っ兄ちゃんさ、あの福岡の福岡シ本のさ、あの MLB カフェあるやん。あるね。あそこにさ、チキンだけ売ってんの。そうしろ。頼んで。好き俺。絶対好き。お兄好き。 好きは頼もう俺あっこであんまりね食事制限。せあそこな美味しいであ,あそう、うん、チキン一人で食べるには量多ないだでも5本5本とかで辛味チキンみたいな感じの<ー>ちょっと小ぶりなこれぐらいのチキンが5本入ってるけど。と、えーはい俺好き。バーベキューチキンみたいな感じでそれになんか白のソースみたいな白いソースつけてこうこうやって食べてる、うんゴリゴリってこう食べ、うん、お兄ちゃんあれ好きっす、ね、<laughs> 俺もそう思ってな 俺もそう思れてん伝えなあかんな思うてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひ食べたいと思います。ちょっと、いつまで紙エプロンしてんねん。いや、飛ぶかもしれんいお前の。えや、つばが。つばそれ嫌だぞ。いや、黒屋氏ばらえやろ、別につばぐらい。いや、それちょっと漬け出てはい、うはい、皆さんもね、行列には注意してください。注意してください。また来週です。さら。